こんばんは、よしあきの調味日記です。もうあの遅刻期の方はですね、孵化から3ヶ月ほどになりましたので、また動画の方をアップしていこうかなと思いまして録音しています。ですね、7月はですね、頭の方で透明臨調美会議室の、オフコーチング、ひらひらさんによるオフコーチングっていうのがありまして、それでですね、調美に関するあれやこれやをまたちょっとみんなでミーティングしたっていうこともありまして、で、メンバーの皆さんの当祭の調美を持ってきていただいたこともありまして、かなり勉強になりましたね。ちょっと内容はシークレットなんですけれども、皆さんの調理を見て、ちょっと時間いっぱい、または時間オーバーしながら、話をしていたんですけれども、もっと皆さんの稚魚をですね、見とけばよかったなと思っています。いろいろと話ができたんで、すごく参考になって、今年も稚魚ですね、参考にして飼育していきたいなと考えていますね。また来年の、いろんなことに生かしていけるなと思っています。今のところうちの当祭は、まずまず順調でして、どうですかね、長い目で見ているので、今年でどうこうというわけではないんですけれども、今年も予定通り、順調に、調美を前に進められているなと感じています。それで最近暑くてですね、外気温がですね、もう39度とかになっている状態でして、今すだれを二重にして、もう昼間は餌を与えずにいるぐらい暑いんですよね。暑い時に餌を与える方がいいのか与えない方がいいのか、ちょっとまだ、はっきりはさせてないんですけど、うちはもう朝と夜だけというのもあって、暑い時間はもう与えないようにしてますね。休みの日でももう、放置で、朝と夜だけ餌を与えてぼちぼち成長させているところです。最近はですね、もう豆にするよりもちょっとポイントを抑えて、いかに楽に、良い、結果を出せるか、というところにちょっと焦点を当てていてですね、あまり手間のかかることはやめていっているっていうような状態ですね。でも今年はですね、ちょっと前替えも定期的にしていってみていたり、そこはちょっと手間かかってますね、去年より。去年はもうずっとそこを掃除をせず糞を溜めていたので、前替えするとですね、今のところは金魚が見えやすいっていうメリットがあるんですよね。で、底掃除を一切せず全替えしていないと結構金魚が見えづらいので、別に金魚がすぐった時に見れたらそれでいいとも思うんですけども、ということで、最近はちょっとまた全替えの方も しないでもいいかもしれないっていうふうに、ちょっとまた糞だらけの状態で飼育してもいいかなと思い始めています。でもですね、あまりに視認性が悪いんで、去年はスポンジフィルターを使ってたんですよね。スポンジフィルターの掃除をせずとも全替えすれば結構視認性がいいので、そこら辺はちょっとまだ悩みどころというか悩んでいるところですね。あとはほぼ育てるだけという感じになってきましたので、秋の大会までですね、ぼちぼちやっていこうと思っています。それでは今日はこれで終わります。ほんじゃあね。